タック今試合開始です。左にエンドを取るのは白のユニフォーム韓国の覇者ラソーリー、指揮を取るのは不敗式のシュート先制ゴール。前半6分1対0、大きな先制点です。しっかりと枠を捉えています。前半7分キックオフです。突破していくヴェラッティ、さあこれは止まりません。マスケラーノ、周りを見てアタック、トラップ、シュートを放つ、ゴール入りました。2対0ウェイン・ルーニーゴールに突き刺した。完全に狙っていました。前半19分キックオフです。ヴェラッティからインシーネ、このボールをロレ、セルヒオ・ラモス落ちます。これは読まれていました。マスケラーノ、切り込んでいきます。左サイドから選手が上がっていきます。ヘディングシュート、ゴール決まりました。前半30分、クリスティアーノ・ロナウド、ゴールに叩き込んだ。美しいゴールです。前半31分、キックオフです。ヴェラッティヴェラッティ縦に出してきた。クリスティアーノ・ロナウド見せてくれます。クリスティアーノ・ロナウド、ボールを受けてドリブリング、狙ってきた、抑えてクリス、シュートです。バッチリとキャッチ、カーボース、ボールを出します。さあ後半戦が始まりました。パスを送ります。ヴェラッティドリブル、このボールを右足一閃、シュート、ゴール、4対0、ソー・フェミン見事なゴールです。ナイスゴールでした。ピッコロギランテン、ここで流れを巻き返したいところ。後半10分キックオフです。つないでいきます。ジョビンコ、ジュリー上がっていったピンチを防ぎます。押さえてソン、左から、まだまだクリスティアーノ・ロナウド、ゴール入りました。後半21分、5対0、キーパーもこれは止められない。後半23分、ポシェティの監督大幅な選手交代に踏み切りました。後半24分、キックオフです。止めて、おっとセルヒオ・ラモス、パスを出す。さあ残り時間わずか、自分で行く、ゴール、右足、ゴール。後半32分、ローマのバンディエラ、フランチェスカ・トッティ、チャンスを確実にものにしました。うまく決めました。後半33分、キックオフです。このボールを、これは読んでますよ、抑えてパスを出してきた、ハーグリーブス、アンジョンさん、ビジュアルバ、セルヒオ・ラモス、